練習後、取材に応じる内村、撮影、丹羽俊道、写真を拡大体操の内村航平、29イコールリンガーハットが28日、都内で練習を公開し、日大アメリカンフットボール部の悪質タックル問題で注視されているスポーツのフェアプレー精神について語った。体操は採点競技で、対人でのコンタクトもなく、アメフトとは大きく違いがある。そのことを踏まえた上で、体操選手のフェアプレー精神を説明した。勝ち負け、点数も関係なく、どんな選手に対しても、やった演技を素晴らしいと思える。演技が終わった後に、ハイタッチとか、自分のチームじゃない選手ともやったりする。しない選手って、いないんですよ、みんなフェア。意地悪な人、いないです、笑い。また、体操競技では、意地悪は無理じゃないですか、と持論も展開。妨害するとしても、プロテクター切ったり、それぐらいじゃないですか。でも、どうせ、みんな予備を持ってる、と話し、笑いを誘った。精神的に、みんな強い。落ち着きすぎているんでしょうね、体操選手って。だから、そういうことが起きないんだと思います、と胸を張った。